皆さんこんにちは、ワネルルビジです。では今回はギレネボアークシーズの脅威 V レベル将軍編で続きをプレイしていきたいと思います。前回からデラーズフリートとの戦い始まってまして、宇宙ではアーバーワクを奪還、地上ではオデッサを奪還ということで、今回もデラーズフリートが占拠している拠点を奪還していきたいと思います。今回のまず目標ですね、1つ目、キリマンジャロ。ここ敵モビルスーツ今ゲルググマリーネとか生産しているので、これ一刻も早く侵入してですね、強力なモビルスーツを作らせないように生産を止めたいと思います。一方宇宙の方なんですけども、前回のアーバーワクーの攻防戦で少し戦力を失ってしまったので、体制を整えてから改めてソロモンに向けて部隊を出していきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。ではキリマンジャロ攻略戦始めます。味方37ユニット、一方敵デラーズフリートは12ユニットという戦力になっています。で今回から投入していくモビルスーツなんですけども、白煙専用の量産モビルスーツはジム海、そして支援用のモビルスーツとしてジムスナイパーカスタム2、それとガンキャノン量産型、これを投入していきます。続いて舞台ですが、マップの、上部から入っています。どうでしょうね、キリマンジャロがまさに邪魔になってなかなか進軍がうまくいかないと思うので、ザンジバルとペガサス級をうまく使って侵入経路を、確保していければいいのかなというふうに思います。なので舞台は迂回することはせずに山脈越えを行います。では山脈地帯で敵部隊と交戦状態に入りました。先ほど話した通り、量産型はジム海、さらに支援機としてジムスナイパーカスタム2とガンキャノンの量産型、これをうまく使って撃破していきましょう。あと地上なのでデザートジムはそのままデザートジムとして運用しています。ジム海にあえてアップグレードせずにそのまま使っているということですね。残っている敵部隊、これを排除していきます。これでキリマンジャロが取れればですね、地球上におけるデラーズフリートの拠点は、事実上ゼロということになりますので、あとは宇宙に全兵力を振り向けていく、そういう戦い方ができるかなと思います。これでキリマンジャロ奪還完了です。報告します、我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。ではこの後は宇宙へと戦いを移していきましょう。ソロモンの、攻略のために部隊発進していきます。はい、ソロモン攻略戦に向けて準備中ですが、テストパイロット採用が来てますので、これパイロット増員させておきます。候補者の選出を開始します、朗報をお待ちください。あとは開発レベルが15に達しているんですけども、ちょっと資金がショートし始めているので、しばらくの間はモビルスーツの生産に専念したいと思います。 GP01 が完成しています。これできれば改造して宇宙船仕様にできるようにしていきたいですね。あとは一年戦争自体の兵器になりますけども、ブラフブロ、これを一応完成したという内容ですね。さてグリーンワイヤット将軍からカンカン式が提案されたということですね。これまさにガトーが GP02 を使ってアトミックバズーカをぶっ放す、あの名シーンのイベントですよね。ちょっとお金がないのですぐにというわけにはいかないんですけども、ソロモンの攻略戦が終わったらちょっと考えたいと思います。ではお待たせしました、ソロモンの攻略戦入っていきましょう。大部隊投入していくので、ここもデラーズフリートに対しておそらく有利に展開できるであろうモビルスーツの数で、押していくという戦いをしていきましょう。ご覧のように連邦58ユニットデラーズフリート15ユニットということで、3倍以上の兵力差を持って攻撃できますね。
では出撃です。ここも同じくですね、事務会を主力に支援機として事務スナイパー2と、まああと量産型ガンタンク、一部に関してはですね、量産型ガンタンク、量産型ガンキャノンから事務キャノン2へとアップデートをかけていますが、まあいずれにしてもきちっと支援機を出しながら戦っていきたいなというところですね。では部隊の方ですね、このまま圧倒的に有利な状態で戦っていけそうですので、まあ、あんまり深く何も考えずにですね、敵の集結している中心部へと向かっていきたいと思います。あとはガンダム試作3号機ステイメン、これに白を乗せて最前線に出しています。ここで撃墜を稼いでくれると、まあ、だいぶ楽に戦えるのかなという気もしますので、まあ、前面に出して撃墜を稼いでもらいましょう。その他は予定通り補給線を確保しながら進軍です。さあ白の試作3号機V 陣です。エマさんとかカクリコンなんかの、まあ、エース級にはですね、ジム界の強化版パワードジムなんかをあてがってますので、まあ、これらもちゃんと使いながら、あんまりこのね、白ばっかりに負荷が集中しないように気をつけて戦っていきたいと思います。ゲルググ・イエーガーなんかが今デラーズフリート側にいるのを確認できましたね。そういう強キャラ相手にはできるだけこちらも今ご覧いただいたようなね、白なんかを当てていく、まあそういう戦いをしましょう。ちょっとジムスナイパー前に出しすぎましたね。ここもマゼランが危ない。もうここまで来ると、まあ、旧式のマゼランだと敵のモビルスーツの集中攻撃を受けるとあっという間にやられてしまうんでね、ちょっと位置は気をつけましょう。ここには先ほどご紹介したパワードジムに乗っているカクリコンですね。カクリコンの年齢設定って何歳ぐらいなんですかね。だいぶおでこが広くなっちゃってるなって感じがしますけど。シーマはバルバロに乗ってるんだ。なんかバルバロに乗ってるイメージ全くないですけど、シーマはバルバロに乗ってます。で続いてエマさんですね。ジム、カイ、高機動型に乗ってもらっています。で、あと、まあ、ベイトなんかもね、ここでパワードジムに乗ってもらってるので、エースは、ジムの中でも、まあ、一つ抜けているような機体、これに乗ってもらうようにしているという状況ですね。ちなみにマウアーもパワードジムに乗ってもらっています。この、まあ、基地中心部、各ユニット、前進させていきます。ここは素人シーマ、まあ、なんとかここで早めにできればね、バルバロの脅威というものを排除しておきたいので、まあ、しっかり撃退できましたね。ちょっとどうだろう、早速試作3号機が危なくなってるっていうのが気になりますけど、この後返す刀で3号機に攻撃食らうと、もしかしたら3号機が儚くも撃墜されてしまうっていうことになるとちょっと嫌だな。いやー、ここは防御か攻撃か、防御だな。なんとか持ちこたえてほしい。ここで3号機失うと、まあ、大きな痛手になるので3号機はしっかり回復しましょう。で隔離痕なんかでね、しっかりとどめを刺して脅威というものを排除しておきましょうね。はい、これでソロモンも奪還できました。順調ですね。報告します。ではこの後茨の園、まあ、暗礁注意域ですよね。ここに向けて部隊出撃する準備整えていきたいと思います。
その模様は、では次回ですね、お届けしていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。